トラにキープをユはい、ということで、明けましておめでとうございます。はい、えー、今日はね、えーまあ、今後の活動について、えー、話しておこうかなと、まあ、話さないといけないのかなっていうことを <laughs> あの話していこうかなと思います。 で年末にですね、投稿しようかなとも思ったんですけども、まあ、年明けてからの方が分かりやすいかなと思って、えー、今日、まあ、発表ではないけど、えー、まあ、いろんな、今まであった真実というか、ことを、えー、話していこうかなと思います。あんまりこういう動画はしたことないんで、えー、まあ、だらだら喋っていくような感じになるので、えー、まあ、分かりづらい。 ももあるかもしれないんですけどえ僕が YouTube を始めて2年2ヶ月ですね2年2ヶ月経ちました1年間はほぼ収益なしで、えー、やってきてこの収益なしでやるっていうのも結構大変なんですよね、えー、前もこうなんだファッション YouTuber ってもかるのみたいな話したこともあるんですけど実際まあ 僕は、あのー、本当に服好きなんで自分のもの買って紹介したりとかしてるけど、普通のまあ学生とかがしたら、全然お金は足りないし、やめちゃうと思います。それぐらい、えー、まあ、方も紹介したりするのとか、大変、金銭的に大変だと思うんですけど、まあ、それでもやり続けてきて、で、1年目から結構、前から動画見てる人分かると思うんですが飛ばしてたじゃないですか。えー、チャンネル登録が、 8,000人の時に大阪ポップアップやったりとか、えー、東京ポップアップやったり、えー、でまあそれもあっての今のダグアウトのディレクターもやらさ,さ,やらさせてもらってますけどいまだにで去年はですね、えー、2年目ですね2年目が1つもポップアップだったりイベントに参加してないんですよっていうのは、えー、まあリアルの方が忙しかったっていうのもあるんですけど うーんまあ本当だったらね今年今年ね年が明けて今年の4月ぐらいに自分のお店を出したかったっていうえー、まあそれが目標に YouTube 特訓始めてたんですよね一番最初からそこがまあ一応一つの区切りとしての、えー、YouTube の目標でした今まであんまり言ってこなかったんですけどライブ配信とかでしか。 でもう一つはいつも動画で言っている通りこう今の流行り方とかに疑問を持ったんで自分が配信したらどうなるんだろうと思って始めたのも本当ですでも、えーまあ、一番大きいとこでは大きいとこっていうか一番のメインは自分がアパレルにカムバックするという目標をもとにやってきて、えー、まあ今年の4月ではいろいろ考えた結果無理でした で、えー、来年の4月に、えー、自分のショップを出そうと思ってます。まあ、こういう動画を出すぐらいなんで、えー、出そうと思ってます。で、えっ、ー、とー、まあ、どっから話した方がいいのか、まあ、1年目の話からしていこうかなと思うんですけど、1年目に1万1000人、2年目に、えー、7000人ぐらいしか増えなかったのかな ?7000 人ぐらいしか増えなくて、まあ、もちろんその僕の力が足りないっていうのも、 あるとは思うんですけど、まあこのジャンルでの限界っていうのも、えー、実際感じてて、まあ、どうしてもやっぱりね、あのー、みんなが知ってるブランドとか、そういうものを紹介した方が、えー、みんなに見られるのは当たり前ですし、まあでもその中でもね、ね、えー、すごく登録者が増えた方だなと思ってます、自分の中では。えーで 1>, えー、1年目の段階でですね、まあ、その遅くなった経緯っていうのが1年目の段階で、えー、チャンネル登録8000人で大阪ポップアップ1万人で東京ポップアップしたんですけど、えー、まあその時ぐらいかなあーまあ1年目のうちに東京大阪福岡全部出資しますというあの年、ー、々で、まあ、全部時期は同じ人じゃなくて違う人なんですけどちょっプを出しませんかっていうお話が来ました。 東京は、まあ、初めから考えてなかったんですよね東京は、えー、と、なんていうのかな、そんなに東京でお店をするっていうのが、なんていうのかな、メリットっていうか、そういうふうには思ってなくて、どっちかっていうとなんか、うんこじんまりとした感じ、自分の中では。 その仲間内とかがたまるような、なんかそういうショップとかがやりたかったんで、あのまあ、それは東京でもできるけど、なんか僕の思い描いてるところは東京じゃなかったなと思ったので、それは、えー、一番最初に言葉、お断りさせてもらって、まあ、細かいところはね、えー、あれなんですけどで、大阪はですね、ハッシーさんからお話をいただきまして、で、ハッシーさんと、えー、どういう話だったかな、<laughs> あのまあ、とりあえず、 ま大阪にショップ出しましょうという話だったんですけども、まあ、僕はまあ、えー、大阪に行かないといけないっていう状況だったので、えー、まあそれも、まあ、いろんな関係があって、えーまあ、お断りさせてもらいましたまあもし何て言うのかなもしというか、まあ、僕は大阪が地元とかだったら一緒に、えーまあ、できてたかもしれないんですけどまあいろんな関係があってそちらもお断りさせてもらって えー、最後に福岡の方にですねそりゃまあ初めて1年ちょいぐらいだったかな、えー、まあ僕福岡出身なんで来たんですけどもまあ条件とかも聞いてうん悩んだんですけど単純になんかいえばその知り合いの知り合いの方から、えー、そういう体験をいただいて。 まあもちろん、あのー、売上の何パーかとかっていう話はありますけど、なんか違うのかなと。まあもちろんその方を動画とかなんかそういう僕の話とかを聞いてくれて、動画とかを、まあその、進めてくれたっていうか、その人を紹介してくれた人が僕の話をして、まあそういう話が来たんですけども、あのー、そういう人に、あまりよく知らない人にそういう大金払ってもらってすんのはどうなのかなと思って、 えと断りさせてもらったんすよ、ねえー、ですねでその後にかその前かなちょっと前ぐらいに、えー、大学のディレクターは就任してるんですけども、えー、で、えー、まあ単純に、えー、まあお金が足りなかったのとえっ、ー、とまあクラウドファンディングとかもねしようかなとも思ったんですけどまあ詳しい人とかがね周りにいて。 そういう、まあ、インフルエンサービジネスみたいなのに詳しい人がいて、まあそういう人に聞いたときに、あのー、なんだっけ、多分まあこの、まあ、そのそきたぶんチャンネル登録1万1000とか1万2000ぐらいの時に、きに、クラウドファンディングして、どんだけ集まっても多分二200万ぐらいしか集まりませんよみたいな感じで言ってて、まあもちろん200万だけじゃお店はできないし、まあ200万集まるのすごいと思うんですけど、うん、まあ自分で貯めるかと思って、えー、っとまあオンラインサロン始めたのが、まあ今のオンラインサロンやってるんですけど、 がきっかけで,すでまあオンラインサロン始めようと思ったのももともと堀ンさんの動画とかよく見てて、えー、そういうのやってるってのはしてたんですけどファッション系で言うとね今、まあ、のバズってるファッション MV さん MP さんがその時から300人ぐらいかな登録してる人がいてあの方は DMM オンラインサロンやつをやってるんですけど、えーまあ、こんなにファッション系でもこういう集めれるんだと。 僕は僕しか発信できないことっていうのがあると思っててそれはまあいろいろもちろん普段からえーまあセールの情報だったりとかまあ海外のトレンドだったりとかまあ販売もねあの今度販売するやつとかなんですけどこパブリックエネミーのデッドのキャップとかねまあヴィンテージティーとかこれ分かりづらいなまあエミネムとかまあこういったものとかもあのーマンソンとかもね 2ヶ月に1回ぐらいでですすね販売してるんですけどまあこういったこともしつつ、えー、まあオンラインサロン、えー、でまあお金とか貯めて、えー、あとは動画の収益とかも含めてね全部いろいろ他にも販売とかで、えー、まあ自分で全部自分のお金でやりくりしたお金で、まあ、ショップを出そうかなとまあ思うようになってまあ今に至りました。 でまあ、クラウドファンディングとかでですね、あのー、お金出しますよっていう人とか結構前たくさんいたんですけど、ショップ出すタイミングでね、もし、あのー、その気持ちが変わってないんだったら、えー、今年1年、今後ショップに向けてのあ、まあ、どうやっていくかっていう話とかもね全部してるんですよ。例えば取り扱いだったりとか、どういうコンセプトでとか場所も、まあ、ちょっと今は言えないんですけど、そういうことも含めて今,今年1年かやっていくので、まあ、もし、 えーまあ、社会人のみですけど、入ったい方はね、インスタグラムの方の DM、まあ、月額もらっちゃいますけど、えーえー、DM していただければなと思います。で、えっ、ー、とー、まあ、まあ、そんな感じで、今年1年はね、えー、まあ、準備期間にもなりますし、イベントはね、あのー、もう10分超えちゃったが、えー、イベントは今のところ、 そのハッシーさんのショップがね、秋ぐらいにオープンするっていうことだったんで、えー、まあ、僕がこういうことを始めたあきっかけも、僕が個人でバイヤーしてるときに、ハッシーさんは当時からショップのバイヤーで、僕はまだ素人、素人というか、まあ、個人でバイヤーやったんですけど、その時に、あのー、絶対アパレルした方がいいですと、この才能もったいないですよって言ってくれたのは、えーえー、ハッシーさんだったので。 <laughs> まあ何かしらね、これからも関わっていくと思いますし、まあ、こういう,こうショップの話をするとね、一、まあ、回ね、ライブの配信かなんかの時もしたんですよ、だいぶ前に。で、それ配信したあに、あの質問で、あのこういう話するとね、あのダグアウトやめちゃうんですかとか、えーとー、たくさんもらったんですよ、ね。で、多分ダグアウトの方にもたくさん質問が、そういう質問が来てて。 えーまあ、それに関しても話そうとは思うんですけど、まあ、今のところは何ていうのかな近いうちに辞めるっていう、えー、ことはなくてもちろんそのショップするタイミングでは、えー、抜けることにはなるかもしれないんですけどそれでまあ関係がなくなるというかあそれでバイバイっていうわけではなくて、まあ、本当ミドさんに関しても。 えー、すごく尊敬してますし周りでやっぱりアパレルのショップを経営してる人っていうのは一人もともと僕が働いてたところから独立した人はいるんですけど近くにいるのは本当ミードさんぐらいで、あのー、自分法を考えてることとまた違ったね意見とかが聞けるのでまあこれはね、えー、偶然というのは必然だと思ってるので。 これからも何かしらね、一緒にやっていきたいなとは思ってますし、えー、まあ、まあ、心配しないでくださいっていう感じですね。まあ、全然、あの、これからも、えー、まあ、僕が、うん、まあ、嫌われなかった関係は続いていくと思うので、えー、まあ、 今後の目標あを、えー、とりあえず話しとこうかなと。まあこういうちょっと真面目な話っていうのも僕の動画的にいつもパバパバパパバとかしてるんで、あのー、どういうこと考えてるのかなとこの人何のために配信してるのかなと思う人もいるかもしれないんですけど、えー、実際僕はもう、えー、2年前からあそういうふうに考えて動いてたっていう話、えー、で、まあ、今後どういうふうにやっていくか。 そしてダグアウトもそうなんですけど、まあ、全然あの変わりなくうんお店をするまでは続けていこうと僕は、ね、思っているのでそちらの方も応援よろしくお願いしますということで今日は、まあ挨拶と今後の方向性についてでした。バ